88年、ホンダ、マールボロ、マクラーレン、最強チームが旅立つ。ドライバーはアラン・プロスト、アイルトン・セナのジョイントナンバーワンコンビ。まさに最強の顔合わせ。この年、ターボエンジン最後の年となった。プロストはこれまで苦しめられていたホンダエンジンを今年は自分が使う。燃料が厳しく制限されるなど規制は強化されたが、ホンダはさらに改良を加え自信があった。ウィリアムズのマンセル、自慢のひげを剃りサーキットに現れた。どんな心境の変化があったのだろうか。ウィリアムズのシャシー性能に不満はないが、エンジンは自然吸気ジャッド V8 エンジン、オーバーヒートに苦しむ。そしていよいよ最終コーナーです。さあ、まもなくフィニッシュ。アラン・プロスト、見事に2年連続この開幕戦ブラジルグランプリを今制しました。チームは歓喜。プロストは水を得た魚のように激しい勢いで開幕戦を制した。ゴールした後すぐにタイヤをチェックする余裕さえあった。88年はセナ、プロストが狩るホンダ、マールボロ、マクラーレン、 MP44 がサーキットを席巻した。チェッカーを受けるのは常にセナプロの2人。他のチームを完全に凌駕した。2人が競ってゴールするのをマンセルはほとんどピットから眺めていた。相次ぐマシントラブル、7戦連続リタイアの辛酸をなめるなど全くいいところがなかった。アイルトン・セナ、さあいよいよゴールです。いや、手挙げてる、今日は嬉しい。はい、ゆっくりとゆっくりとしたゴールですが、見事にセラ通算8勝目をマークしました。今右手を挙げました、はい、またもワンツー体勢でゴール。序盤、2人の天才は共に勝利を称える良きチームメイトであった。ところが第13戦ポルトガル、シーズンも終盤となり、ポイント争いが大詰めを迎えると2人の関係はにわかに変化する。体調を悪くし、レースを2戦欠場していたマンセル、ここでカムバック。セナが飛ばします。最終コーナーです。どうやらオープニングラップはセナが奪いそうです。そしてプロストはぴったりと2番手。直線のこのメインスタンド前は1キロあります。ストーリーも使った。タイヤが接触、タイヤが接触、プロストが奪います。すごいですね、すごいですね。この激しい攻防、序盤では見られなかった2人の熱い戦い。カムバックしたマンセルはまたもあえなくリタイア。チェッカーが用意されました。マクラーレンの67勝目、プロストの33勝目達成であります。今シーズン5勝目、右手を挙げましたアラン・プロスト。セナプロ世紀の決戦は2年目の鈴鹿にもつれ込む。ポールポジションはセナ、初優勝は果たせるか。セナは巨大なプレッシャーの中にいた。後ろにはプロスト、スタートが近づく。そして完全にエンストですね、エンジンストップ。チームも動揺する。だがスタートに失敗したセナはプレッシャーから解放された。
とにかくプロストを追わなければ。セナは風を切り裂く猛烈な走りでプロスト追撃を開始する。これはピケ、おっとすごい、いやピケとマンセル因縁の2人ですかね。去年ですね、このマンセルは予選でクラッシュしてピケがワールドチャンピオンをこの鈴鹿で決めました。マンセル、鈴鹿ではいい思い出が作れない。20周目、ついにセナがプロストに追いつく。プロストの前には周回遅れ、プロスト不運。チェダルに追いついた。さあ前が詰まってる、混んできましたね。その前がもっと追突しそう、フジェルミンですが、あ、ちょっと見過ぎましたよ。そうですね。さあここでセナが差を詰める。さあ直線で差を詰めて、さあセナ行くか、第1コーナー。さあここは抜くか、インに入った、インに入った、危ない。さあどうだ、これから第1コーナーに飛び込みますが、抜きました。セナが先頭に立ちました。時速300キロの猛追撃、セナの気迫にプロフェッサーは敗れた。今年は何度このピットから2人のバトルを見ただろうか。チャンピオン決定の瞬間もここで見ることになった。試験を抜けて、そして最終コーナー、今シーズン8勝目、もう手ありました。さあ生まれて初めて、やったー、チャンピオン王座に、バイバイ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 、もうすごいですね、彼今も本当にもう、バレを待ってるんじゃないですか。いやー、彼の1年が終わりました。アイルトン・セナ、1988年、初めて世界の頂点へ。89年、ブラジルの灼熱の太陽がグランプリの開幕を告げる。アイルトン・セナは昨年同様、ホンダ・マールボロ・マクラーレン。チームメイトは同じくアラン・プロスト。最強コンビ2年目、今年も2人の戦いになるのか。エンジンは今年から 3.5 リッターの自然吸気エンジンに一本化され、ホンダは V10 をチョイス。セナのチャンピオンナンバー1が誇らしげに輝く。マクラーレンのシャシーは MP45。プロストは完全に追う立場となりレースに挑む。フェラーリはイタリアンレッドも鮮やかなニューマシンで登場。その最大の特徴は、この年がデビューとなったセミオートマチックトランスミッション。画期的な機構だが、この時はまだ信頼性に疑問符がつけられていた。ドライバーはマンセル、チームメイトはベルガー。マンセルにとって心機一転のテイクオフ。マシンをデザインしたのは奇才ジョン・バーナード。顔は自信で満ち溢れている。昨シーズン腐敗をなめ続けたマンセル、そのフラストレーションを吹き飛ばすかのようにコースで荒法師ぶりを見せつけるのである。外に出た、さあマンセルが出た、出たっていった、マンセルが出たっていきました。高速コーナー、サルコーナー。16周目、パトレーゼを抜いたマンセルはトップに躍り出る。マクラーレンはセナがスタート直後に接触し大きく後退。プロストもクラッチトラブルを抱え青い一息で2位にしがみつく。だがトップマンセルにも異変が起きた。マンセルはステアリングに異常発生。壊れたステアリングを慌てて投げ飛ばし付け替える。プロストに抜かれた。マンセルは噛みつくように追う。もうすでにスリップストリームに入っている。スリップストリーム、マンセルは真空状態だ。さあぴったりと追いすがっている。プロストは危ない、プロストは危ない。まるでトンボのつがいのようにぴったり2人が折り重なった。さあ並んだ並んだ、高速コーナーで抜き去った。今チェッカーが振られました。ナイジェル
ル・マンセル。さあデザイナーのジョン・バーナードが抱き合っている。素晴らしい美酒に酔いしれることでありましょう。第2戦サンマリノ、ここでセナとプロッソの間である密約が交わされた。スタート間もない序盤にやり合えば他のチームにチャンスを与える。そこで1コーナーに入った順位のまま他を引き離すまでしばらくバトルは避けようというものだった。レースはベルガーのクラッシュで赤旗中断、2度目のスタートを迎えた。さあサンマリノグランプリ再スタート、レースは55中でございます。そしてその後ろ、その後ろパトレーゼ、さあそしてピケもマンセルもいいスタートを切っています。さあプロストが先頭です。セロは2番手、その後ろにはパトレーゼがつけています。そしてマンセルが内を作った、内に入った、何位の内に入ったか。セラが抜きます、インカラ抜きます。さあインカラセラが抜いた、セラが先頭、そしてプロスト2番手、トサコーナーです。紳士協定は破られた。最終コーナーを立ち上がってホームストレートに入ってきました。チェッカーが用意されています。アイルトンセナ今見事に15勝目を達成しました。プロストはセナはもとよりチームとも亀裂を深めていく。第7戦地元フランスグランプリでマクラーレンからの離脱を宣言。第12戦イタリアでついに来季のフェラーリ入りを発表した。熱狂的な貴公子を前にマンセルと固い握手を交わし、もはや自分はフェラーリであるとアピールする。レースを制したプロストは来季はフェラーリでこの勇姿を見せるとばかりに過剰なほど手を振りウィニングランするのである。観客もフェラーリが勝った時と同じようにプロストの優勝を称える。プロストにとってもはやセナはただの敵であり、マクラーレンに何の愛着もなかった。それをわざわざ見せつけるかのようにプロストは優勝カップを観客に投げ与えるのである。プロストはセナに20ポイントの差をつけ3度目のワールドチャンピオンを目指していた。続くポルトガル、この日マンセルは冴え渡る速さを見せていた。ここまでは良かった。さあこのマンセルのタイヤ交換が何秒か、2位のマルティニは今27秒後方と。どうしたどうしたマンセル、ちょっとおかしい、ポジション行き過ぎましたね。これはダメだ、これはとんでもないミステイク。これ梅宮さんどうしたのこれ、自力でバックしましたけど、これはメカニックともし戻さなきゃいけないんじゃないでしょうかね。そうですね、ルール上でルール的にはそうなります、はいはい、ルール的にはそうなりますよ。タイヤ交換を済ませましたが、とんでもないことが起こりました。マンセルに黒旗、失格が告げられた。しかしマンセルはレースをやめない。そしてプロストとのポイント差を埋めるべく走っていたセナに追いついた時、事件は起こった。まだ入らないですね。ローラーをパスしてセナに迫っています。おセナスピード、これはでもとんでもないことですね。とんでもないことになりました。マンセルピットインを無視したためにセナと絡みました。セナスピンです。セナはプロストとの差を詰めるどころかノーポイントに終わる。ワールドチャンピオンの望みは残り3戦全勝するしかない。